東京五輪に臨む U24 日本代表のオーバー A、25歳以上候補と目されているシュトゥットが、と MF、遠藤渡るは、日本代表のボランチとして活躍、無を助ける守備に目が行きがちだが、攻撃も貢献できる。そんな遠藤はどんなプレース、イルなのか、紹介していきたい。今シーズンのーサッカーはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。 1>, 1月無料お試し実施中、遠藤は2018年に浦和レズ・ラ・ベルギーのシントトロイ VV、STVV に移籍。そこの活躍が認められ、2019年にシュトットガルト、レンタル移籍し、翌年に完全移籍に移行した、期2部で戦っていたシュトットガルトデジョは、出場機会をなかなか与えてもらえなかったが、あと、戦からレギュラーをつかみチームの一部昇格に、剣した。 遠藤はボランチのみならず、CB やサイド、区など、守備的なポジションは、どこでもこ、セル、ユーティリティプレイヤーだ。その最大、特徴は、強いフィジカルを武器にしたディフ、ミス力だ。欧州へ渡ってから、さらにフィジカが強化され強靭な肉体を持つ、海外選手の通りにも負けない。それだけではなく、的確な反、能力と鋭い読みも、 定評でインターセプトな、で相手の攻撃の目を積むことができる。守備、スペシャリストと言えるだろう。この日本大 MF の凄さがわかるデータがある。ブンデスリー、公式による、今季の集計で、ここまで、全31試合に、発している遠藤は、計447回のデュエルに勝利。5は、今季において、トップの数字である。対人、競り、相では、 驚異の能力を発揮するのが遠藤でる。だが、遠藤の実力はそれだけではない。遠藤、今季ここまでのベストゲームといえば、今年に27日に行われた、ブンデス第23節のシャル決戦だ、う。この試合で、日本代表 MF は2ゴールにアシストの役をしたのだ。前半10分、右 CK から、ファーサイドに打ち受けていた遠藤が、 フリーで、ボレー集。遠藤が、先制点をもたらす。続く26分、またも、CK から、アーサイドでゴールを決める。そして後半に、ルと、遠藤は2ゴールをお膳立て。結局、この試合、遠藤の大活躍で、シュトゥットガルトが5、1の、リを収めた。遠藤が、攻守において貢献できる、ランチであることを証明した試合だった。 縁は相手からボールを刈り取り、相手の攻撃のを積む。セットプレーでも強さを見せ、攻守に行って危険な存在になれる。東京五輪に出場す、ば、日本代表の勝利に貢献できる存在となる、ロー動画、守備だけじゃない。日本代表 MF、遠藤は当たる。2ゴールにアシストがこれだ参照元、YouTube、りょう。